今日のマンチタイムはこれ、タイの実、いちごのプレミアムタルト。時刻は3時を回りました。3時といえば、マンチタイム、ふぅ。マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムは、ムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつは、冬のホットカラムーチョーチョ。寒い時には辛いものを食べて温まりたいという皆さんへ、辛味スナックとして定評のある小池屋のカラムーチョから、美味しく温まれる新商品として冬限定の冬ホットカラムーチョが2種類、海鮮辛味噌味と和牛生姜パイタン味が発売されました。これただ辛いだけでなく、じんわり温まってもらえるようにと、唐辛子を焙煎したり、生姜を燻製するといった一手間を加えたとのこと。で、2種類のうち、今日はこちら、海鮮辛味噌味をいただきます。カプサイシン入りで、焙煎唐辛子の香ばしさと、後を引く辛味。そして、海鮮の旨味と濃厚な味噌で、コク深い味わいになっているとのこと。では今日のおやつ、小池屋の冬のホットカラムーチョ海鮮辛味噌味、いただきます。もうだいぶ感想を言ってくれましたね、これがね。まあそれが本当なのか、食べてみましたね。パッケージはオレンジで、ホットな感じよっ。オープン。あ、そっかそっか、ポテチと思って開けたけど、カラムーチョだからやっぱカラムーチョの形で、こういうね、細いのがいっぱい入っていますね。ではいただきます。変な持ち方しちゃった。どうしよう。あー、どうしよう。ちょっと一回置こう。一回ひな。いただきます。うん、うん、これ何個食べればいいの。何個。おいしい。あー、でも確かにな、辛い。あの、口の中は温まりましたし、夏ですね。あの、外は冬だけど、口の中は夏ですね。あ、面白いこれ。何個食べるの。あ、でも、いい。美味しい。拍手。でも、ほんと、この言った通り、香ばしい。ZIP FM 77.8